すいません。どなたがいらっしゃいますかね。すいません。ちょっとお尋ねしたいんですけど、そこのシルバーの車って、どなたのかわかりますかね。うちの孫のやつだ。孫のやつ。ああ、ここって私道ですよね。そうで、みんなの共有物ですね。共有。その、あっちの前の黒は、黒の、です。それはわかんない。あれは別ですかね。多分そこのアパートですよね。多分。アパートの人、うちのやつの友達かも。友達って、だってこの辺に住んでるんですか？いや、住んでない。じゃあ、車庫飛ばしというか、そのあれですか、遠くに住んでるんだけども、置く場所がないからっつって、その、いや、うちのそのあれも古きに100はありますよ。ああ、職場が同じだから、とりあえず止めてるって感じですかね。仕事しに来てるって感じ。あ、本当ですか。孫のやつ、今、じゃあ、仕事行っちゃってるってことですか、そうです。お二人とも。じゃ、これのマイクとかも、じゃ全部そう。あ、じゃあ、工務店からやられてるんですかね。工務店からなんかやられてるんですか。電気屋さんとか、その、いや、職今人さん。もうなんだっけ、普段もなんか取り付けだ設と備か、で、同じ会社ガの人スで、の部屋とか。僕、そのインターネットで、迷惑行為を、ちょっと、一応注意する活動をしてまして、ボランティアで。で、これ、インターネットのそのマップ地図で、迷惑人の地図っていうのがあって、そこにちょっと乗ってっちゃったんだよね。で、そういう車、だけどね、ただ要するに朝早車、かったり夜遅かったりで、で、なんか、ここにはなんかもう自転車を通るのも難しいとか書いてあって、さすがにまだ自転車通れるんだけども、ただ、夜通し置いてるってことですか。いや、その時によってわかんない。仕事に使ったり、2台でもって、今日はなんか、なんていうの、ワゴン車。むしろ夜の方が止まってるってことですよね。深夜は仕事してないから、むしろ夜通し置いてあるってことですよね。で、いない時もあるけどね。どっか出かけて遊びに行ってとか。遊びに行ったりとか。これで多分、迷惑に、特にその注射と、その、で、タバコ、深夜とかでそのだべって話してるので、タバコの吸い殻、もう声もうるさいし、タバコ、その3連チャンですよね。迷惑注射、タバコ、声もうるさいと。だからそれでちょっと地図に乗って、これ周り近所でそう思ってる人がいるってことなので、いや、みんなそう思ってますかとは言わなていことはもうずいぶん前からけど、やられてる。そこは関係あれだろうけど、なんか裏なんかはみんな新しい人だからね。それはあれ、古くからいるから、こっちの方が優先権があるっていう話ですか、じゃなくて。じゃなくて、だからみんな言いたいんだろうけ言ったど、のに、まあ古くから直いる接言っし。ちゃうと多分トラブルになるから、そう。で、多分その、どっちかっていうと、その、ガテン系で、多分そのヤンキーとっぽい子がやってるから、なるべく言いにくいっていうのがあると思うんですよね。直接言っちゃうと、そういうこと、そういう直接言えない人のために、僕ちょっと第三者がちょっと迷惑してるってことで。でもこれ、でも駐車場を借りる余裕がないってことですもんね。い多や、分借りる気がないってことですね。借りてるもん。借りてって、ここに置いてあるんですか。要するにもう時間がないし、なんか今日も急いでね、帰宅急いすでるるからってことですか。っていそう。れ以外だと僕は帰宅するのに、道具乗っけて出かけたの。まあそんなこともあるけど。どっかだから複数台駐車場を借りてるとか、そういうのないんですか。そのまあ一箇所だと思うけどね、会自社分で、が会社で借りてるとか。だからちょっと友達が持ってる車を乗っかってるのか。だから車で移動すれば、車で仕事に行けばいいと思うんですけども。そう、だからそう言ってんだけど、それはそれで置く場所がないとか、そういうことなんでしょう他のね。車で出かけてる。1個で行った方が多分ガソリン代がかからないとか、そういうこと。だからその時に要するにその車、その車に乗っかって駐車場を置いて行けっつってんだけど、その時間が惜しいっていう。それは迷惑ですね。お孫さん。そう、2階に住んでる。これ全部あれですよね。じゃあ、ご主人さんがオーナーのアパートというか。それで、まあ、隣は、2階の隣は、関係ない人が入ってます。回ししてるんですね。何時ぐらいに帰ってこられます？今日もじゃあ仕事行っ何て。とも言えないなんとか。ってこと言って、分かるようなタイプじゃないってことですよね。何回も言ってるってことは。調子乗ってるってことですよね。そう。要するに、なんていうゴミですよね、いわゆる。の、要するに、はっきり言って、地球のゴミ要でするに、ね。なんていうの、非道なんだから、っていう。共有物なんだから、バイクくらいだったらまだマシですよ。そうなんですでよ。も車って、あれ、感覚から言って、もう4分の3ぐらいもう幅取っちゃって、そうなると普通だったら遠慮するのが
感覚としてそう遠慮するじゃないですか。でもそれでも OK と思っちゃってるってことはもう調子乗ってるんですね、多分ね。だから言うやつがいない。誰も言わないし、どうなんでしょうね。じゃあ直接ちょっと言いたいので、いつ帰ってくるかどうか分かんないんですか。だってお友達の分も勝手に置いちゃってるってことですもんね。そうなんですよ。だからそれはちょっと調子に乗りすぎですよね。調子に乗りすけさんですよね。こっちもあれですよ、言ってるんですよね。言ってはいるんですよ。だからいくらなんでもね。今日の現場って分かりますかね。いや知らない。あ、分かんないです。その日その日によって全部、まあ、設備だからそんな長時間大工さんとかじゃないから そんな長時間はいないって。同じ現場に何時ぐらいですか帰ってくるのって。バラバラですか。バラバラです、ね、ただこ何時に来れば確実にいるっていうのは分かります。それは分かんない。9時ぐらいだったらいますかね、来てもらうよりしょうがない。だから、そうせいやいや、まあ、警察が来たりなんかしてしたことあるんですか。そう。ああ。だから1台ならまだ、まだ分かるんだけど、で2台置いちゃってさ、でしかもなんかその小さい車を選ぶとこなら分かるんだけど、普通のセダンで軽とかならまだいいんだけども。前は軽だったんです。あ、そうなんですか、ね、その頃は要するに何ていうの、宅配やったんじゃない。ああ、宅配だから軽でやった。へえ。それもやっぱり駐車場を借りてんだけど、やっぱり朝早いし夜遅いからっつうと、またじゃあ後日また、土日ってあれですか、仕事ない、決まってないんですか、うん、一応車にシールだけ貼っとくので、はい、じゃあすいません、また来ます、すいません。